皆様おはようございます。6月の4日午前10時49分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではですね、本日火曜日でございますね、朝配信をね、行っていきたいと思います。皆様いかがお過ごしでございましょうか。私の住んでいる地域の方ではもう相変わらずでございます。ヤンボー、マーボーの時間で、よろしくお願いいたします。私のね、住んでいる地域の方では、今日は今日とて、天気が良好ということで、まだ梅雨来てないのかな。これどうなんですかね。ちょっと一時はね、結構こう雨模様が続いていたわけでございますけれども、なんかこう5月の下旬には梅雨入り、なんかこうするってね、九州南部なんですけれども、言われてました。ニュースでも言っておりました。で、沖縄はもうすでに梅雨入りがね、しているような状況らしいんですけれども、まだビットマン TV が住んでいるところでは、今週いっぱいもね、結構ね、晴れ間が、渡っているようなね、状況になっておりますから、ちょっとそういった梅雨的なところがね、来なければいいなと思ってるんですけれども、来なかったら来なかったでね、やっぱりほら困る方々も当然いるわけですよね。農業をやっている方々とか、ああいった方々はね、やっぱりほら水不足になったりして多分困るかなと思いますから、そういった意味でも言うとね、しっかりというか、短い期間でもね、来てくれてもいい、普通にいいんじゃないかなというのを思いますよ。ただ、ちょっとこうね、6月に入ったんでございますけれども、まだ全然雨が降るような気配もないので、一個人の気持ちとしたらね、梅雨はあまり来てほしくないなというところなんでございますけれども、どういった形になるのか、見守っておきましょうと、6月の半ばぐらいには入ってくるのかな。で、7月の終わりぐらいまで梅雨みたいな感じに、ね、なるかもしれませんから、今年は特に、なんか全国的に、梅雨入り関係もなんかこう遅いみたいなこともね、なんかこう若干言われているような、言われてないようなみたいなことでございましょうから、どうなっていくことやらということで見守っておきましょう。はい、いきます。今日ビットマン TV はね、仕事が休みなので、特にね、忙しくはない。この配信が終わったらね、暑い中、さらにサウナに行って、体を追い込んでやろうかなというふうに思ってる次第でございますから、よろしくお願いいたします。はい、で、行きましょう。今ね、見ていただいているのがビットマン TV の X になりまして、これね、連日ご案内しております、ビットゲットさんの世界大会、KCGI がね、開催をされると、6月7日からね、7日ですよ、スタートということなので、ちょっとね、スタートをしていったら、当然でございますけれども、楽しみなところ。今回は大会期間が、多分ね、20日間ぐらいあると思うんですよ。6月の27日までが、大会期間だったかなというふうに思いますけれども、一応ね、その大会開始前の、今、エントリー期間ということになっております。で、ビットマン TV もね、チーム、ビットマン TV という形でね、作っております。こういった形で、チームビットマン TV ですね。で、昨日の時点で19名様が、チーム内にね、いてくれてということで、私も含めてなので、18名様の方がね、バディとして、チームビットマン TV にね、参加をしてくださいました。で、今どうなっているのか来ました、皆様。推しとかが増えております。ありがとうございます。本当にありがとうございます。バディとして戦ってくれて本当にありがとうと。これね、なんでこんなにありがとう言っているのか。そうなんですよ。チーム内のトップ10の方、チーム内のトップ10以内の方の成績が、そのチーム成績という形になるので、普通に考えていくとですよ。言わずもがななんでございますけれども、チームメンバー数が多ければ多いほど、それぐらいね、やっぱりほら、取り挙してくれる方もいるかなというところで、やっぱりほら、上位10名の方の成績というところでございますから、よりね、上位が取りやすくなるかなと、ランキング的にですよ。上位が取りやすくなるかなというところで、これぐらいね、ちょっとこう、毎配信、しつこく、ご案内をしているわけでございますけれども、まだまだね、募集しておりますから、よろしくお願いいたします。で、一応ね、6月6日、の23時59分だったかな、までがエントリー期間なんですけれども、そこからね、あと1週間ぐらい、滑り込みエントリー期間というのもやってますから、だからいわゆる大会が始まる前にね、例えばこう参加をしてなくても、一応それ以降、大会が始まってからもなんですけれども、滑り込みエントリー期間というものも、1週間ぐらいね、用意されておりますので、そちらで参加していただいてもね、大いに結構でございます。でもね、こういった大会に参加するんであれば、ちょっとこう、スタート段階から、みんなでワイワイガチャガチャやっていきたいな、というところもありますから、もしよろしければね、ご参加をしていただけたら、大変嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。で、この動画のね、説明欄の方に、KCGI のね、直リンク貼っております。KCGI の直リンク。で、そこを押していただくと、今見た画面が出てきますから、チームビットマン TV に、参加をしますかみたいな形で、画面が出てきますので、もしよろしければもうそこで参加をするというね、ボタンを押していただけたら大変でございます。嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。で、あとはこちら、注意事項がありまして、大会に参加するためには、先物講座、ビットゲットさんの先物講座ね、先物講座の方に準備備金が100テザー以上ね、必要になってきます。で、この100テザーに関しては、別に参加費とかそういったものではないので、この準備金をもとに、いわゆるトレードをしてくださいと。ほら、言ってしまうと個人の成績を、やっぱりほら、つけていかないといけないわけでしょ。個人の成績をやっぱ出していかないといけないわけじゃないですか。で、その基準となる金額を、だからまず、初めに準備をしてくださいということでございます。だから、まあ、例えば100テザー入れたら100テザーが基準値位置。そっから、ね、トレードをして増えていけば、収益率が何%だっていう個人の成績が出てきます。で、例えばこれが、はじめね、500テザーを準備するんであれば500テザーが基準値位置みたいな形になりますので、ここに書いてある準備金っていうのはね、別に取られるとかそういったわけではございませんから、そこはね、安心してください。よろしくお願いいたします。ですからまあね、先物口座の方に準備金を100テザー以上、ご用意していただいて、KCGI のページの方でね、チームビットマン TV を探していただいてもいいですし、あとは動画の説明欄の方のリンクを押していただくと、こういった形で、探す手間なく速攻で、参加をするという状況がね、できますので、もしよろしければ、ぜひともね、一緒に肩を組んで進んでいただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、次行きましょう。昨日のね、夜かな、夜、12時間前ね、一つちょっとポストしたんですけれども、ハッキングでね、大爆死中の、BOGEという通貨を、100ドル分買ってみたんですよ。買ってみたはいいものの、まあ、ミームチャレンジということでね、買ったはいいもののでございます。まあ、金額は、今の金額とあんまり変わんない状況。で、一応ね、続報が出てきてましたね。なんかね、運営が、新しくリリースすると。ていうか、もうリリースしたと。BOGEという通貨を。だから、今、BOGEという通貨が2つあるんですよ。2つあるような状況ね。もともとあったBOGEという通貨と、今回のハッキングを受けて、もう新しく、まあリブランドっていうわけじゃないと思うんですけども、新しく、もともと持っていた方に、新しいね、エアドロップをしますよという風に発表しておりましたんで、このBOGEという運営の方にね、新しいコントラクトアドレスが出ておりましたから、もし、このハッキングが、普通に考えると、ハッキングが起こる前に買っていた方はエアドロップ対象なのかな。ハッキングが起こった後に買った方は、まあ、普通に考えるとエアドロップ対象じゃないのかなと思います。まあ、ビットマン TV もだからエアドロップ対象ではないとね、思いますけれども、もしハッキングが起こる前に、持っていた方は、このBOGEのね、コントラクトアドレスが、新しく、運営の、X 見ていただいたら多分わかると思いますけれども、運営さんの方で発表されておりましたからね、そこ見てみてください。よろしくお願いいたします。で、あとね、だからその新しいBOGEに関しては、コインマーケットキャップにも掲載がありましたし、あとは MEXC かな ?MEXC ね。MEXC の方にも、上場は多分してたと思います。ただ、まあ、昔の、だからビットマン TV がここで100テザー、100ドル分か、購入をしたBOGEに関しては、もうそれこそいよいよね、もういよいよでございます。だから、もう今の段階で、ビットマン TV がね、買ってるからって言って、無理してぶっ込まないでくださいよ。これ消える可能性普通にありますからね。一応もうちょっとビットマン TV 的には、この時はね、新しい通貨をリリースするっていう情報がまだ大々的には出てなかったんですよ。だから、運営がね、この昔のBOGEを回復させるんじゃないかという意味を込めて、これ100ドル分買ったんですけども、もう今となってはちょっとこう訳が違うので、新しいものが出てきてますからね。だからそういったところを考えて、見てくださいね。よろしくお願いいたしますよ。だからもうおすすめとかもそういうレベルじゃないということは認識しておいてください。ただ、まあ前あった、その、いわゆるビットマン TV がここで買ったBOGEに関して言うと、まあ消えることはないのかなと。だから昔のBOGE、ということでね、まあこれがどういった動きになるのか、ちょっとまあ気になるところではあるんだけれども、今はね、別に、価格が、ぐりぐり落ち込んでいるというわけではない。だからビットマン TV が購入した時とあんまり多分変わってなかったかなという感じでございます。まあ、そこに関してはね、まあ、おのおの感じるところがあると思いますけれども、まあ、一応ね、こういった情報もね、載せておきましょうということでよろしくお願いいたします。今は、ちょっと買うのは控えた方がいいかも。一応言っときましょうか。あそこ、ビットゲットウォレット、ビットゲットウォレットさんの方で購入しました。ビットマン TV はね、ビットゲットウォレットの方で扱いがあったので、まあ、購入をした、次第でございます。はい、で、行きましょう。本日の内容、重要ニュースを2つ。まずお一つ目、こちら。はい。ビットコイン関係のね、前向きなニュースがポンポンと出てきておりますよ。行きましょう。次の強気相場のピークはいつなのかと、ね、15万ドルに向けた価格上昇の予想がされているということで、まあ、今までのサイクルに照らし合わせたらこの時期になるよということを、まあ、言っているのかな。言っておきましょう。はい。ピーター・ブラントさんね、有名な方ですよね。この方が、次の強気相場で、ビットコイン価格はいつピークに達するか、という考えを語ったと。で、ピーター・ブラント氏は、2018年のビットコインのね、暴落予想を的中させたことで知られるベテラントレーダーで、フォロワーの方は72万人を超えていると。で、ビットコイン価格は半減期後の強気相場で過去最高値を記録した後に暴落をする傾向にあるため、仮想通貨投資家の間では、ビットコインはね、今回の強気相場でいつピークを迎えるのかに注目が集まっているということで、ピーター・ブラントさんが考えを語ったと。で、ピーター・ブラント氏は今回の記事の中で、ビットコインの半減期は過去の強気サイクルで、ほぼ完全な対称性を示してきたと述べていると。だから、この下に載っているグラフが今までの動きでも、ほぼ同じような動きを繰り返していると。で、各強気相場サイクルの開始日、75% 以上の下落後の安値、から、半減期までの週数と、半減期からその後のね、強気相場の高値までの週数はほぼ等しいと説明をしていると。で、上の画像はピーター・ブラント氏が今回の記事の中で、公開をしたね、グラフになるよと。ビットコインと、ドル建てビットコインの週足チャート。で、この画像内には半減期のタイミングに加えて、この緑の部分の矢印ね、ここが半減期ポイントだったということでしょうね。各強気相場サイクルの、開始日から半減期までの週数と、半減期からその後の強気相場の高値までの週数。だからこれが、矢印が2本ありますもんね。ポンポンと青い矢印が2本あると思うんですけれども、だから1個目の矢印が、各強気相場サイクルの開始日からということでしょうね。半減期までの週数。はい。で、2個目の矢印が、半減期からその後の強気相場の高値までの週数ということ。はい。だからここに照らし合わせていくとということでしょう。これ見ると、半減期前と半減期後の週数がほぼ一致しているのが見て取れると。だから、青い矢印の長さが2つとも一緒ぐらいでしょってことを言ってるんでしょうね。で、1回目はだいたい55週と51週、2回目は76週と、76週、3回目は71週と78週。だからこの1回目、2回目、3回目の半減期の前とその後の動きってことです。だから、強気相場の開始日から半減期までの週数と、2個目の週は、半減期から強気相場の高値までの週数、ほぼ同じだよねっていうことを言いたいわけですよね。で、これは、半減期は各サイクルの中間点に位置すると示すもの。2024年の半減期前には70週の強気相場があったため、半減期後の強気相場もね、70週にわたって続く可能性があると予想されていると。で、ここですよね。やっぱり注目するところは、一応予想としたら、このね、2つの週数が同じだった場合、来年の8月下旬、来年ですよ、2025年ね、8月下旬から9月上旬頃にピークの高値をね、記録するはずであると予想。で、また、ビットコイン価格がいくらまで上昇するかについては、今回のサイクルの高値は13万から15万ドル、今の日本円で2000万円から2350万円の範囲には、なるんじゃないかと。で、そのため今回の予想内容をまとめると、来年の8月下旬から9月上旬頃に1ビットコインがね、13万ドルから15万ドルの高値をつけていくんじゃないか、その可能性があるんじゃないかっていうことを、今回ピーター・ブラントさんは予想しているということです。で、なお、ブラント氏は今回の記事の中で、どのような分析方法もね、そうですよ、確実ではないとも強調していて、私はトレーダーとしてどのような考えに対しても独断的になることは避けていると。で、同氏は今年4月のブログの中で、ビットコインの強気相場サイクルは長年にわたって勢いを失ってきていると説明。ビットコイン価格が3万ドルまで下落をね、する可能性を指摘をしてきたと。で、今回の記事ではこの時の考えがね、現在も維持されていることが説明されていて、私は引き続きビットコイン価格が今回のサイクルで頂点に達した確率を 25% としているというふうに言っておりますね。というふうに補足説明を、しているというところ。だから今回のサイクルで頂点に達した確率を 25% として、だから 75% は、まだ頂点には達していないということを言っている。だから逆に言うとそうか。じゃあこれを逆に裏取っていかならば 25% は、頂点に達したと考えているので、ある意味このピーター・ブラントさんは 25% の確率で、もう今回の山場が7万3000ドル付近だったんじゃないかってことを言いたいんでしょうね。下がってくる可能性があると。で、同社はビットコインが過去最高値を更新できずに5万5000ドルを下回った場合には、指数関数的減衰の確率がね、高まると考えているというふうに言っておりますね。これね、予想価格どうなるかはわかりませんけれども、一応来年の8月から9月あたりにピークを迎える今までのね、サイクル的には。ただ、一応ここはね、押さえておきましょう。やっぱりビットコインのね、半減期は終わったんですけど、やっぱりビットコインの現物 ETF。現物 ETF ね、アメリカの方でもそうですし、今日ニュースでは取り上げませんけれども、オーストラリアの方でも、現物 ETF の商品がね、それこそオーストラリアで発表された、売り出されている商品は、現物保有型の現物 ETF らしいです。アメリカのは、現物保有型じゃない現物 ETF ですからね。で、オーストラリアの方では、だから、言ってしまうと、香港で発表されたものと一緒なのかな。多分、香港も、ビットコインの現物保有型の ETF だと思いますから、オーストラリアもね、そのパターンの ETF が発表されたということで、今回のね、ニュースでは取り上げませんけれども、一応お耳の奥にはね、パチリと入れておいてください。で、その現物 ETF がやっぱりね、今年から始まったので、それを考えていくならば、今までのね、サイクルとは異なったものになるかもしれないっていうのは、やっぱりね、しっかりと意識しておくべきかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、次行きましょう。次はこちら。ビットコイン。ビットコインって一応ね、考え言いますけれども、まあ、普通に天井じゃないでしょうと。10万ドルは、超えていくんじゃないかなっていうのを思いますよ。だからその 25% はもうトップなんじゃないかっていうのは、どうなのかなっていう感じね。どう考えたって落ちてきたら、今ね、機関投資家の方であるとか、個人の投資家の方々、特に長期保有者の方々がね、さらに買い増しをしていくような、やっぱり昨日も言いましたけれども、蓄積フェーズにやっぱり入っているでしょうということでね、まあ今はチャンスでしょう。ビットコインを買うにはね、買う時期としたら、やっぱチャンスかなというふうに思いますので、ある程度ね、もう、まあ毎日じゃなくてもいいので、例えばね、ある程度お金が入った時にちょこちょこ買い増しをしていくっていう戦略は、まあ今後のビットコインの伸びの可能性を考えていくならば、やっぱりありかなというふうに思いますからね、ここは意識しておいてください。はい、で次行きます。次はこちら。ビットコイン、一時7万ドル回復。売り圧力は収束かということでニュースに上がってきております。また69000ドルぐらいで耐え切ってるのかな。行きましょう。はい。ビットコインは6月3日、一時7万ドルを超えて、過去1週間で初めてこのレベルに達したと。で、その後通常のね、取引レンジに戻って、横ばい推移を続け、記事執筆時点では69200ドル付近でね、推移をしていると。で、イーサリアムはほとんど値動きを見せず、3800ドル弱となっている広範囲な市場をね、反映するコインデスク20インデックスは24時間で 1.6% 上昇しましたと。で、ビットコイン及び暗号し、通貨市場は、3月にビットコインがね、73000ドル超のアーティハーを記録して以来、2ヶ月以上にわたって横ばいと。で、この調整フェーズは現在、終わりに近づいているようだと、ビットフィネックスのアナリストの方が述べたということですね。で、レポートによると、ビットコインが史上最高値から調整フェーズとなった主な理由は、長期保有者による売却ですが、ブロックチェーンデータは、長期保有者が2023年12月以来ね、初めてビットコインを買い集め始めたことを示していると。で、またビットコイン及びイーサリアムを買い集めているアドレス数も過去1ヶ月で増加、価格は横ばいとなっていますが、強気センチメントがね、高まっているサインと、まあ、述べたということで、まあ、アドレス数がかなり増えてきているということでしょう。下がイーサリアム、上がビットコインのアドレス数推移かな。だから増えてきていますよね、ということ。で、暗号資産分析会社、スイスブロックは7万ドルと7万3000ドルのレベルが、ビットコインの上値をね、抑える大きなレジスタンスとなっていると。で、短期的な反落は買いの機会とみなされていて、67000ドルのレベルが信頼できるサポートとして機能しています。で、来週は、ここ注目ね、重要なインフレデータの発表と FOMC の会議、だから11、12日で、FOMC の会議がありますから、ボラティリティね、まあ、価格変動を引き起こす可能性があり、注目すべき週となるかもしれない。だから来週がちょっと注目すべき週になるかもね、ということ。で、暗号資産デリバティブの主要トレーダーである、ベロスマーケットの共同創業者の方が、まあ、こう語ったということで、まあ、一応ね、ビットコインとイーサリアムのアドレス数が、まあ、ガンガン増えてきているよと、調整フェーズはやっぱり終わりに差し掛かっているんじゃないかって、そういったところでもね、やっぱこう、蓄積フェーズにやっぱ入ってるんですよ。いろんな方がね、おそらく。そういった意味でも、やっぱり調整フェーズっていうのが終わりに差し掛かっているのかなっていうのも、やっぱこう、思います。ビットマン TV もね。で、あとは、さっきも言ったように、この6月半ばのね、あちらでございますよ。FOMC か。あっちの方も価格変動でやっぱ気をつけないといけないんだけれども、ちょっと話バッと変わりますけど、やっぱりほら5月ね、セルインメイって言われてるじゃないですか。で、まあ、売りの5月って言われてる。まあ、それ逆の言い方をすると5月に価格が上がるっていうね、考え方もまあ、できなくもないんですけれども、まあ、一応通常の考えでいくならば、まあ、売りのね、5月っていうふうには言われますよ。ただ、その売りの5月と言われるものを、まあね、まあ、難なくというか、まあ、価格の大幅下落も起こさずにね、まあ、乗り切ったというところなので、まあそういったところも含めていくならばね、まあやっぱり今年もう半ばに差し掛かっておりますから、年末に向けてそろそろこう価格上昇への準備段階に入ってくるかもしれないよっていうのはね、お伝えさせてください。よろしくお願いいたします。はい、で行きましょう。この流れの中で、まずはね、ビットコイン見ておきますよ。行きます。ポチッとな。はい。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が 69,270 ドル付近をね、推移しているような状況。いいですね。69,000 ドル以上で粘ってくれている。やっぱりね、こういった下落の平行チャンネルであるとか、まあそういったところですよ。この下落の平行チャンネルとか、こういったチャンネルの、やっぱりこう、特に下落の部分ね、上端部分でやっぱ張り付くっていうのは、やっぱりね、落ちてきた時の人々の買い意欲があるからこそ、買い支えが入って、やっぱりもう一回上で張り付くっていう状況にね、やっぱりなっていくのかなというふうに思う。で、その流れで、まあだから言ってしまうと、下落の平行チャンネルの上端部分で張り付いているから、まあ、いい状況ではございましょう。特に弱さを見せてはいないということ。むしろ強さが際立っているところですよね。で、あとはやっぱり重要水平ラインね、69,000 ドル。これも実態として、今やっぱり抜けているような状況。だから、この上でね、なんとかね、耐え切ってほしいなというところ。水平重要ライン上で、まあ、推移をしているので、ここも悪いところではない。特に短期的にはね。で、あとはやっぱり、広い時間軸で行くならば、上昇の流れからの下落の平行チャンネル、いわゆるブルフラッグが作成をされていて、さっきも言ったようにそのブルフラッグの上端地で張り付いているので、まあ、強気派の方々がまあかなり優勢なのかなっていうのはね、やっぱりここは思いますよ。そして、チャート形状と言ったら、このね、まあ、かなり長期のブルーフラッグじゃなくて、まあ、今年の3月以降から続いているこの下落の平行チャンネル内で、逆三尊をね、今こう作成させているような状況にもなってるし、で、あとはそれが中期的な動きね。で、あとは直近の冷やしレベルで言うならばですよ。直近冷やしレベルで言うならば、大きな下落を起こしてなんとか耐え切りました。冷やしの雲で支えが入って反発をしてきて、またお椀型の、操作ボトム的なものを作っている。つまり、これ直直近で言うならば、アダム&イブ形成になっておりますから、そういったところを加味するならばやっぱここだよねっていうところ、7万1000ドルを実体で抜けていけば、これはね、強さが出てくる可能性がありますよっていうところは、もう昨日も言いましたけれどもね、再度意識しておいてください。とにかく7万1000ドルやなと。7万1000ドルを超えていけば、この3つ、ブルフラッグ、逆三尊、アダム&イブ、すべてが成立するラインが7万1000ドルですから、爆上げをね、行ってくる可能性もある。それこそ、来週の FOMC に向けて大きな上昇がね、見ていける可能性がありますので、ここはね、楽しみなところでございましょう。で、下に落ちてくるんだったら、いいですか？下に落ちてくるんだったら、やっぱりね、冷やしレベルの短期の移動平均、ここがやっぱり支えの一つ、軽めの候補になるでしょうから、6万8300ドルあたりを割り込んでしまうと、やっぱりここね、長期の移動平均線とか、やっぱりこう、乖離してますから、まあ、6万5000ドルあたりかな、だから6万5000ドル付近まで、やっぱりこう、落ちてくる可能性がある。6万5000ドル付近ですよ。冷やしの雲もありますし、あとは、長期とか中期の移動平均もあるので、6万8200から300ドルあたりを割り込んでしまうと、6万5000ドル付近までの下落っていうのはね、やっぱり想定しておくべきかなと、短期的な動きとして。ただ、さっきもニュースで取り上げました通り、やっぱり強気派の方々が結構この市場をね、ある程度意識的には支配しているかなと思いますので、落ちてきたらね、やっぱり現物購入をしていく方々たくさん増えると思います。またそれが下支えとなって大幅反発をね、起こしてくる可能性がありますので、まあ、逆に言うと今の下落っていうのはまあ間違いなくチャンスかなというのは思いますからね、そこは意識しておきましょう。落ちて耐え切る候補が今言った6万5000ドル付近。もし割れ込んだとして、もう、ここでの逆三尊ね。この逆三尊のネックラインの裏タッチ、はい、6万3000ドルあたりにいますから、ここで第2段階の支えが入るかどうか、そこも入らなければ、下落の平行チャンネルの片道ね、5万8000ドル付近まで、まあ、落ちてきますよと。だから今から1万ドル幅下落っていうのは、まあ、言ってしまうとまだ、ブルフラッグの、作成途中段階ね、いわゆる下落の平行チャンネル内での動きですから、だから、下のサポートを試すという意味でも、だから言ってしまうと今から1万ドル幅下落っていうのは全然許容しておかないといけないレベルだよってな、そこは意識しておきましょう。だから、5000ドル、6000ドル下がったからって、あーってなるんじゃなくて、まだそれは、長期的な目線で言うならば、レンジというか、下落の平行、チャンネル内の推移ですからね、トレンドが別に崩れてるわけじゃないんですよ。長期的な目線で言うならば、OK ですか？だからそういった意味で言うと、逆に5万8000を下回るとこれやばいですよね。だって、トレンドが終わるという状況になります。長期的なトレンドが、いわゆるブルフラッグが成立せずに、下を割り込んでしまったということになりますから、5万8000ドルを割り込んだら、これはね、赤信号がね、灯る可能性がありますから、そこは意識しておきましょう。よろしくお願いいたします。だから、かなり広いですけど、5万8000ドルまでの下落っていうのは、まだ、トレンド内での推移なんだなっていうところをね、意識しておくべきかなというふうに思います。でも、その中でも、やっぱり、このレジスタンスラインに張り付いているからですよ。かなり強さが出てきてますよねと、逆三尊も成立しそうですよね。アダイブも行きますよね。7万1000ドル超えたら、これはパリンと上がっていく可能性がありますよねっていうところでございましょうから、そこはね、よろしくお願いいたします。まあ、広い目線、中期的な目線、短期目線、すべての目線において重要ラインが7万1000ドル。ここは意識しておくべきラインでございます。はい、じゃあ次行きましょう。次はイーサリアム。ただいまの価格3774ドル付近をね、推移しているようなところで、まあ、この通貨に関しても、ブルーフラッグをね、しっかりと成立させて上にブレイクしていきました。現物 ETF が要因だったですね。ブレイクしていきました。で、その後に、3650ドルという重要なね、水平ライン、これレジスタンスラインとして聞いていたんですけれども、それをね、サポート転換をさせて今に至ると。で、ちょっと広い時間軸で言うならば、これも右上がりのね、ちょっとこう、真ん中のヘッド部分が、ちょっとお椀型にはかなりなってるんですけども、まあ、逆三尊的なね、チャートも、やっぱイメージする方もいるのかなと。だから、そういったところを考えていくならば、この逆三尊のネックを上にブレイクしていったら、強さが出てくるかな。4000ドルを超えていけばね。ただ直上に4100ドルという直近最高値のラインが存在してます。だからここは間違いなく売り圧がかかると思いますので、先物環境をやりたいなって思う方はね、この逆三尊のネックを上にブレイクして、即入るんではなくて、4100ドルね。4100ドルを超えていってからロングインをしていく。そして、史上最高値の5000ドル、手前まで。ここですよ。このアタックにやっぱ入ってくると思います。4100ドルをしっかり抜けていけばね。だから4100ドルを超えていってから、ロングインをして、まあ、弱気派の方々が結構一掃はされると思いますから、逆に弱気派の方々が強気に転じてね、さらに買いが入ってくる可能性もありますので、4100ドル超えからの、まあ、5000ドル手前までをね、一応利益が取れる、ロングフェーズとして考えておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここは意識しておいてください。まあ、今ね、力強さが出てきている、4100ドルを超えていけばいい流れがね、出てくるでしょうっていうのを押さえておきましょう。で、次行きます。次はリップル見ておきましょうかね。ビットマン TV も見ておりますよ。買っておりますよ。はい。開きませんね。はい、開きました。リップルただいまの価格が 0.52 ドルあたりをね、推移しているような状況を。で、まあ今これ見ているのが月足なんですけど、まあかなりバカでかいね、三角持ち合いを作成中ということで、もうこれをね、上に抜けてほしいと思っている方がどれぐらいいるかとね、いうところ、0.7 ドル。いや、ごめんなさい。0.7 ドル。ごめんなさい。0.6 ドルか。今の段階で言うならば、0.6 ドルを超えていければ、この長期的な三角持ち合いを実態としてブレイクという形になりますから、まずは 0.7 ドルをめがけて上がっていく可能性がある。で、本当のだからこのフェーズね、0.6 ドルから 0.7 ドルフェーズっていうのを、まあ、トレードとして取っていってもいいかなと思うんだけれども、おそらく、まあまあ、でも 0.1 ドル幅ですから結構利益は取れるか、仕込んでいけば。ただ、まあ、もっとね、強い相場の中に、いわゆる中でのトレンドフォローがしたいよと思う方は、0.7 ドル。0.7 ドルが、まあ、めちゃめちゃリップルにとっては重要ラインかなと思います。直近というかね、去年末からもそうでしょ、実態ではかなり押されているし、今年に入ってからもね、ヒゲでやっぱり押されている 0.7 ドル。で、その前のフェーズでもそうなんですよ。2020年という、まあ、3年半ぐらい前もそうなんだけれども、0.7 ドルというところがかなり意識されていたので、そういった意味合いも含めていくならば、三角持ち合い抜けたとしてもね、0.7 ドルっていうところがやっぱり壁になるかなと思いますから、強い相場感の中でのトレンドに入りたい、トレンドフォローしたい方は 0.7 ドル抜けがやっぱベストでしょう。で、今はね、安値を切り上げているような状況を。で、一応トレンドをね、まあ、このヒゲから、まあ、あちらですよ、ボックスね、ボックス内の動きっていう風にも言っておりましたけれども、ちょっと直近ではね、強気派の方が頑張っているのかね、安値をぐーっとね、ボトム的な感じで切り上げておりますから、一生懸命。だから、そういったところも含めていくならば、ちょっとこう安値を切り上げている、アセンディングトライアングル形成にもね、入っているような状況でもなってるのかなというふうに思いますので、だから、アセトラを上にブレイクするラインっていうのが、ヒゲまで加味しても、だから 0.6 ドル、0.57から 0.6 ドル付近ね、0.6 ドルを超えていけば、もうこの、短期的に作られているアセンディングトライアングルも上にブレイクしますから、まあ、力強さが出てくるよねというところ、0.7 まで上がってくる可能性はこれでかくなりますよね。だから、0.57 から 0.6 ドルを抜けていけば、まあ、短期的にはロングチャンスだね。やっぱりね、そう思います。で、あとは、どうかな、それぐらいかな。だから、ボックスを作っているというよりも直近では安値切り上げている状況になってますから、アセンディングトライアングル、作成フェーズにね、ちょっと入っているかなという感じもしますので、だからそこも含めていくと、まあ、0.57 から、0.6 ドル抜ければ、短期的なロングチャンス、長期的な、価格上昇を見込んだポジション取りをしたいんだったら 0.7 ドル超えからね、入っていくのがいいかなというふうに思いますので、そこは意識しておいてください。よろしくお願いいたします。で、次行きましょう。次は、シンギュラリティネットね、AGIX 見ていこうかな。シンギュラリティネット、ただいまの価格は 0.895 ドル付近をね、推移しているような状況でございます。で、この通貨は、AGIX と、あと、フェッチトークンだったか ?FET か。フェッチトークン。あと、オーシャンだったかなオーシャンという、3つのね、AI 系通貨が合わさって、なんだったかな ?ASI だったかな新しい通貨をね、まあ、リリースするみたいなことが言われてました。言われてますので、これ、まだ始まってないのかなそれが。だから、それが始まれば、この、シンギュラリティネット AGIX っていうのが、3つね、統合されて1つの名前の通貨に多分なると思います。で、そのリリース、エアドロップがね、多分同枚数ぐらい、割合が決まってたと思うんですけど、その割合分だけね、配布されるような状況になりますから、だから、AGIX 単体チャートを見るのも、もうそこまでね、もう時間がないのかなというところ、リリースされていたらごめんなさいね。でも動いてますからね。まあ、多分まだなのかなという感じ。だから、もう少ししたらこれがどういう動きを果たしてくるのか、一応三角持ち合い騙し上げみたいな感じで抜けたんですけれども、まあこれ全戻しで戻ってきちゃいましたね。だから、まあ、これ言うならば、騙し上げのこの上端ポイント、だからそうね、1.1 ドルあたり、このあたりをやっぱり超えていかないと、次の動き出しには出てこないかなと。ただ、シンギュラリティネットに関しては、まあ、リブランドかなまあ、されていくような状況ですから、これも消えていくのかなと思う。どうなのかね ?AGIX 自体残るのかなでも、交換されるっていう風に言われてますからね。ちょっとそこが気になるところ。まあ、とにもかくにも今回は三角持ち合いを上にブレイクしたんだけれども、強気のね、流れが続いていかずに売り圧かかって落ちてきてしまった。それを考えていくならば、このトップをつけた 1.1 ドルあたりを上にブレイクしていけば、また強さが出てくるでしょうということをね、意識しておいてください。まあちょっとごめんなさい。なくなったらね、あれなんですけれども、なくなる前は、その動きでしょうからね、意識しておいてください。で、あと一つぐらい見ておこうかな。あと一つぐらいね、見ておきましょうということで、上から下流していきますよ。はい。何を見ていきましょうかというところですね。まあビットマン TV がね、まあ買っているもの、まあジュピターね、ここ、オンドファイナンスがね、アーテハーつけましたね。アーテハーを、記録してきて、だからこれも、いいチャートがね、かなり重なっていた。底値付近、0.2 ドル付近から強気相場が開始して、下落の平行チャンネル、いわゆるビットコインと同じようにブルフラッグ作成、青い帯みたいですよ。で、これを上にブレイクしていってから、大幅上昇をかましている。で、一応このブルフラッグを、考えていくんであれば、ブルフラッグを上に抜けていった場合の到達、ターゲット価格、いわゆるターゲット価格が 1.7 ドル付近になります。はい、このポールの長さ分だけ上がっていくって言われてますからね。だから 1.7 ドルが一つこの長期的なトレンドの流れでトレードをしている方々は一つ利益確定ポイントでは、利益確定したい方はですよ、利益確定ポイントにはなるかなと。で、あとはいろんなチャートが織り混ざってたんですけども、安値切り上げ、高値切り下げという形で、途中から三角持ち合いフェーズもね、やっぱりこう意識していた方もいたのかなと。だからそういった方々を考えていくならば、三角持ち合いフェーズでのトレードをしていた方々を考えていくんであれば、まあ、0.5 ドル上昇というところですからね。だから 1.3 ドルぐらい、1.3、だからこの付近である程度もじもじしていたのかな。うん、それっぽいですよね。はい。5月の後半あたりに上昇がぐっと強くなったんだけれども、ちょっともじもじってして売り圧がかかってるじゃないですか。1.3 ドルあたりで。おそらくこれは、この三角持ち合いトレードをしていた方々の利益確定なのかなって予想が今ビットマッチで思ってます。だから、そこを加味するならば、その三角持ち合いフェーズで話を進めた方々も終わっているような状況で上を試しているのでね。だからいよいよ、ブルフラッグでのフェーズ、ブルフラッグフェーズで取引をしていた方々のターゲット価格、1.7 ドルに向けて上昇をね、進めていく可能性がありますから、ここは楽しみなところ。ただ、今言った、大きな流れね、大きな流れがやっぱり無効になってくるっていうのは、やっぱりこの急なトレンドラインでしょうね。これを割り込んでしまうと、短期的には下をね、ぐっと調整で試す可能性がありますから、まあ、この短期の移動平均も多分ね、機能してくると思いますので、1.14 ドル、1.1 ドルあたりか。1.1 ドルあたりを割れ込んでしまうと、ちょっと短期的調整が入ってくる可能性がある。この強気の流れがね、ちょっとトレンド転換を起こす可能性がありますので、1.1 ドル割にはね、要注意しておきましょうというのはね、お伝えさせてください。よろしくお願いいたします。はい、それぐらいにしておきましょうかね。まあ、オンドファイナンスね、買っておいた方は良かったなと。ビットマン TV もね、底値付近の 0.2 ドルあたりで購入していたので、今もう7倍ぐらいになってるのかな。1000ドル分ぐらい入れてたんで、もうちょっとね、入れときゃよかったなと思ったんですけど、まあ、ひょんなことからね、RWA 系がね、注目をされていったじゃないですか。ブラックロックの方でね、やっぱこう注目されていったので、まあ、年始、1月のね、2日とかそのあたりぐらいに皆さんに言ってたと思うんですけど、RWA 系が来るんじゃないかと。だからそれが見事にはまってね、まあ良かったと。もうちょっと入れたきゃよかったなって、ちょっと今、思うとね、思うんですけれども、まあ、利益がかなり取れてるからね、まあいいかなというところで、まあ見守っておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の配信は以上となります。また皆様、次の配信でお会いしましょう。では、バイチャ。